皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と伊沢です。本日はですね、偏差値40の非進学校からマーチに前哨するための勉強法秘訣っていうところをいろいろと聞かせてもらえればと思っています。はい、はい、で、まあ実際に伊沢さんもですね、偏差値40代のもう非進学校からマーチ前哨されたという経験をお持ちだと思うんですけれども、はい、まあ詳しく勉強法とかも含め聞いていくので、ぜひ今ね、非進学校に通っていたりとか、まあ、現状なかなか早慶マーチとか勘官同率に届きそうにないけど逆転合格したいみたいな人は最後まで見ていただければと思います。お願いします。またですね、このチャンネルでは今後も早慶マーチ勘官同率に関する情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。それではまあ早速、いろいろ聞いていければと思うんですけれども、はい、お願いします。やっぱり進学校と非進学校の違いってなんだみたいなところをちょっと改めてこうお話ししたいなと思うんですけれども、はい、一番の違いっていうのは、まあ、結論周りが勉強してるかしてないかの環境の違いがすごい大きいと思ってまして、でももちろんね、授業の質とかも多少変わってくるかもしれないんですけれども、やっぱり周りがやってるかどうかって、特に高校生とかね、受験生っていう環境にいるとめっちゃでかくないですか？そうですね、やっぱり大きくて孤独になりがちですよね、一人だと。そうっすよね、はい、でやっぱりまあ勉強するしないを分けてる一つの要因として、一般の割合みたいなところも結構あると思ってまして、例えば進学校ですと正直推薦ってまあほぼいないじゃないですか、うん、高校から大学に推薦できますって人ってまあ少数派でかなりで、逆に非進学校とかだと一般の割合の方が低いみたいなこともあるかなと思うんですけど、ちなみに日澤さんの高校どうでした？そうですね、ほとんど一般受験をする人はいなくて、先生もやっぱり推薦を勧めるっていう傾向がありましたね。なるほど。でやっぱりこう指定校とか自己推薦みたいな形でっていうのがどんぐらいですか？8割とか。そうですね、9割後半ぐらいですね。マジっすか？そうですね、マジっすか、はい、なるほど、まあ、っていうところもね、大学受験を目指す上ですごい環境としても大きいし、やっぱりこう入ってくる情報量もやっぱりこう周りがみんな一般受けるのであれば、みんな早慶目指すような高校だったらこれいいらしいよとか、こういう勉強あるらしいみたいな入ってくると思うんですけど、はい、そういう環境ではなかったっていうようなことですよね。そうですね、やっぱり情報とかは自分で全部調べてっていうのが多かったですね、うん、いやそうですよね、しかもそれが正しいかもわからないっていうのが ね、はい、うん、そうなんですね、難しかったと思うんですけれども、はい、まあ、そういう環境の中でもね、実際にちゃんとマーチに全勝ってなかなかないですからね、一個受かったとはまた話が違うので、まあ、そこまで持っていくためにちょっと何をしていったのか聞いていければと思うんですけれども、はい、本日はあれですかね、その時自分が意識してた秘訣みたいなのを3つそうですね話してくれるっていうような形ですかね、はい、ありがとうございます。で、まあ、最後具体的に、まあ、じゃあ2年生だとして春までにこういうこと自分やってたみたいなところも最後に軽く話してもらえればと思うんですけれども、はい、じゃあ1つ目めちゃめちゃこれ意識してたみたいなので、はい、何がありますか？1つ目ですけど、まず明確な目標を作ることが結構大切だと思ってました。なるほど、はい、というのはここの大学に行くんだとかじゃなく、そうですね、やっぱそれも大事なんですけど、うんうん、小さく短期的な目標を作成していくことで継続して勉強することができるっていうのがありまして、うん、やっぱり受験は長期間勉強することが大切なので、うん、1ヶ月の目標だったり、うんうん、模試でこれ取るぞとか、うん、そういうのはやっぱり大切にしていましたね。なるほど。で1ヶ月とか2ヶ月スパンで一旦短期目標みたいなのを立てて、はい、それをこう繰り返していくっていうような。なるほど、はい、この目標を立てるのも難しくないですか？これでいいのかみたいなところ。そうですね、やっぱり難しくて逆転コーチングにちょっとお願いしてやってもらっていったっていうのはありましたね、うん、あ、なるほど、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、実際この日澤さんももともと塾生でして、うん、懐かしいですね。はい、懐かしいです、懐かしい、はい、ですけれども、やっぱ最初結構ね自分なりに頑張ってはくれていたんですけれども、まあ、改善の余地はあるよねっていうところで確かに一緒に立ててた気がしますね。ありがとうございます。と続いて2つ目はいかがですか？2つ目はですね、うん、遅くとも2年生の冬にはスタートするべきということですね。おお、なるほど、はい、やっぱりこれは進学校と差がやっぱ生まれちゃうからみたいな。そうですね、やっぱり差があるっていうのもあるんですけど、うん、非進学校でありがちなのが、うん、3年生での行事が結構多いかなって思うんですけど、うん、自分の高校だとやっぱり受験期の2月
月とか3月でも結構イベント行事あったんですよね、はいはい、あじゃあ定期テストも出ないととか。そうですね、定期テストもあって、うん、3学期とかもありましたね。なるほど。やっぱじゃあまあそういうところを踏まえても、はい、早めに始めとかないと。そうですね、そこでまた遅れを取っちゃうからっていうところですかね。はい、確かに。このスタートの定義としてはちゃんと受験勉強を始めるなので、これもしね見てくれてる 1,2 年生とかがいたら、はい、じゃまだいいじゃんとかじゃないですよね。そうですね、ちょっとずつはもちろんやるとして、はい、がっつりやるので遅くとも2年生の冬とか、うん、今見てる2年生なんてジャスト今ぐらいですよね。今ですね、もう今すぐ始めてほしいですね、いつやるの。今すぐでしょう。そうですよね、はい、はい、っていうところだと思うので、はい、頑張りましょうと。はい、お願いします。ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ最後3つ目、これどうですかね。3つ目は悩みを聞いてもらえる環境を作ることですね。なるほど、はい、これめちゃめちゃ大事ですよね、うん、やっぱりこう特に伊沢さんは地方の非進学校だったと思うので、はい、なかなかね同じところを目指している仲間だったりだとか、こう先生方もやっぱり早慶とかマーチに詳しいかっていうと、あんまり詳しくはなかったですね、うん、そうですよね、はい、とこがあると思うので、うん、確かにこれはすごい大事ですよね。そうですね、やっぱり周りにもね一般受験してる人がいなくて、うん、自分の今の現状とかも話せないので、うん、抱え込んじゃうこととか多いんですけど、うん、やっぱりそこで自分は逆転コーチングに入っていて実際志望校に合格した先生と話すことができたので、うん、そこが結構自分のモチベーションにつながったりとかっていうのはありましたねありがとうございます、はい、なんか褒めてくれてるみたいな感じがしますけどでも確かにね、やっぱり受験相談とかこう受ける中でも話す人がいないだったりだとか、うん、こう3年生の途中で受験相談してくれる人とかでモチベーションが続かない、そうです、ね、周りで同じような環境を目指している人がいないから、うん、不安だしやる気が継続できないし周りの人と同じ道でいいんじゃないかって折れそうになるみたいな人は多い、ね、結構多いんですけれども、挫折とかもありますね、うん、やっぱりこう、うん、実際にまあ大学入ったり社会を見てみると絶対頑張った方がいいですよね。絶対頑張った方がいいですね、確固たる将来になりたいこの夢があるんだ、だからこの専門学校に行くんだとかはいいと思うんですけど、うん、そうじゃなくてとりあえず大学生にならないといけないなるんだっていう人はやっぱ頑張るに越したことはないので。本当にそうですよね、そこはね、うん、今言ってくれた内容をしっかり自分も実践していただいて、はい、モチベーション保って非進学校からでも全然合格できるっていうことを、うん、だと思うので、はい、頑張ってほしいなと思いますと、はい、でも最後に冒頭に言ったちょっと軽く2年生のうちにこれやっといたらいいよみたいな、例えばまあ英単語固めとけだけとかでもいいんですけど、うん、はい、なんかおすすめの勉強内容とか勉強法みたいなのがあったら聞いてもいいですか。そうですね、やっぱり英語は重要なので、英文法とか英単語やるのはもちろんなんですけど、勉強習慣を作っておくことが大切ですね。長時間じゃなくてもいいので、1日 2,3 時間継続して毎日やるってことをやるとしっかり勉強時間が取れるようになった時に継続して続けることができるんじゃないかなって思いますね。確かに確かに、はい、こう6時間ゼロ、6時間ゼロよりも3時間毎日やる人の方が絶対伸びますから、ね、絶対伸びますね、うん、これはもうね、はい、絶対近しいと思ってるので、まず勉強習慣をつけて、そうですね、英語もやりつつ、はい、で社会科目3年生になってゼロからやる人って結構多いんですけど、いますね。どう思います？ちょっとやれるならやっといた方がいいと思いますか？そうですね、やっぱり知識は入れてなくても前提の、例えば日本史とか世界史であれば漫画を読んでおくだったりとか、流れの部分をやっといて損ないかなって思いますね。そうですね、はい、間違いないですね。まああくまで英語優先っていうのはあると思うんですけれども、全然例えば今非進学校で偏差値も高くなくてもこっからやれば絶対間に合うと思うので、じゃあ伊沢さんに勇気をもらって同じ道、まあまたそれ以上のところね、はい、目指していただければと、はい、思います。はい、まあ実際地方の非進学校からでも行けるし、ここからでも十分合格目指せるんだっていうところが分かったと思うので、ぜひまあこれを参考に頑張ってほしいなと思うんですけれども、はい、とはいえね、やる気はあるけど、じゃあ何したらいいんだろうとか、最初に言ってくれたね、こう1ヶ月2ヶ月スパンで、どういうことできるようになっていけばいいんだろうっていうのはなかなか一人じゃ分からないところも大きいと思うんですよね。で実際に膝さんもこう高2と高3の間ぐらいの時期に相談来てくれたと思うんですけれども、ね、はい、のでぜひね、下記概要欄に載っている公式 LINE でですね、無料受験相談というものを行っておりますので、このままで受かるか不安、何すればいいかわからないっていう方はですね、気軽に LINE 追加していただいてメッセージいただければと思います、はい、それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤先生、はい、逆転コーチングって何ですか？逆転コーチングはですね、はい、オンラインの塾でして、3つ最大の特徴があります。なんと。1つ目、はい、日本初、必ずあなたの志望校に合格したコーチが担当に就く。こんなことしてくださるんですか？それがね、2つ目の特徴につながってくるんですけれども、はい、オンラインなので、はい、全国どこでも受講することができるんですよ。自分今、福岡に住んでて、はい、早稲田に行きたいんですけど、早稲田の先生が教えてくれるんですか？おっしゃる通りです。近くに早稲田の先生いないでしょ？全くいないです。そうなんですよ。はい、なんですけれども、オンラインなので、
でどこに住んでても早稲田の先生方のとこに着きます。めちゃくちゃいいですね。めちゃめちゃいいんですよ。3つ目ですね、はい、独自の大学ごとの参考書ルートというものがありまして、はい、そちらのカリキュラムにのっとって毎日何の参考書をどれだければいいかを徹底的に管理します。今早稲田行きたくて何すればいいのか分かってなかったので、はい、ぜひ管理してほしいです。もう任せてください、はい、多分一人だとね、何をやればいいのかとか、はい、どれくらいやればいいのか分かんないじゃないですか、はい、もう全部全科目管理するので任せていただければと思います。入会したいです。お待ちしてます。それでは皆さん概要欄の公式 LINE の方をご追加お願いします。お待ちしてます。